皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。12月8日、スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所は、ファンから社名を公募した新会社名が、スタートエンターテイメントに決まったことを発表した。現在、スマイルアップに所属するタレントたちは、今後、新会社とエージェント契約もしくはマネジメント契約を結ぶことになる。 そんな中、5日に俳優の浜中文一、36が年内をもってスマイルアップから独立することが同社の公式サイトで発表された。公式サイトによると、所属タレントに対して新たに設立する会社の説明や今後の契約に関する話し合いを順次実施しております、と説明。その上で、浜中は、 役者として上を目指していく上で、悩み抜いた結果、対処の決断に至りました、としていた。新体制への移行決定後、性加害問題の今後の仕事への影響を有料して、嵐、二宮和成、40、生田東馬、39、元、V6、の岡田純一、43、 ら、いずれも主演クラスの俳優組が独立。すでに、ダンサー、振付師としても活動するやらともゆき、40、も来年1月31日での大賞を発表している。一般的にあまり知名度はないが、浜中は元関西ジャニーズジュニア現、ジュニアを17年秋に卒業。その後、舞台を中心に活動し、 今年10月27日公開の映画、僕らの千年と君が死ぬまでの30日間、では映画初主演を務めた。事務所の後ろ盾がなくてもやっていける自信が芽生えたことでの決断だったのだろう。テレビ局関係者、やらや浜中のように、グループとして CD デビューしていなくても、 コツコツと仕事をこなし芸を磨いたことで独立の決断を下した所属タレントがいる。その一方でデビュー組はグループでの活動に関しては熱烈なファンを抱えていることから今後も安泰だと思われがちだ。しかし、所属タレント全体を見回してみると勝ち組として芸能界で生き残れるのはほんの一握りのようだ。ベテラン勢では 木村拓也51はまだまだ需要はあるし、いざとなれば人気シリーズヒーローの続編もある。t o のメンバー3人は所属事務所株式会社 t o ですでにビジネスを展開している。元 V6 の 20th Century トニセンは井ノ原義彦47 に関しては旧ジャニーズの副社長になってからの2度の会見で、これまで抜群だった好感度がダウンしてしまった印象も。長野博士51と坂本正幸52は、勝ち組とまではいかなくてもコンスタントに仕事をこなしていくだろう。芸能記者、また、活動休止中の嵐のメンバーたちは、今後、 活動再開の可能性があり、テレビ各局はそれを目当てに使いたがっているので安泰。ただ、松本潤、40、は主演する NHK 大河ドラマ、どうする家康、の不審、そして舞台裏での、暴君、ぶりが明らかになってしまったために今後を心配する声も出ている。そして、今や事務所の看板を背負うグループに成長した、スノーマン。 現在、旧ジャニーズの所属グループとしては唯一のゴールデンプライム隊、午後7時から11時の冠無理番組、それスノーマンにやらせてください。TBSK を持つだけにグループとしての活動がメインになりそうだ。一方でソロ活動が厳しくなりそうなのが、嵐以降のデビュー組のようだ。MC としての地位を確立した、関ジャニエイト、 村上信五、41、カトゥーン、では亀梨和也、37、は俳優、スポーツキャスターとして安定して活動できそうだ。上田達也、40、中丸雄一、40、もそれぞれ得意分野があるので、都に線の坂本、長野のような感じになるだろう。平、星、ジャンプ、と、キスマイフット2、のメンバーたちは、 ソロでは厳しいかも。セクシーゾーンでは中島健と29と菊池風馬28が業界内での人気が高い。12月21日をもって ABCZ を脱退する河合ふみと36は今後は MC になることを目指してソロで活動すると表明している。コメンテーターとしても活躍しているし、 特技のジャニーズモノマネもある、ドーマへ、キングプリンスの長瀬恋24と高橋海人24はすでにソロ活動がメインになっているイメージだが、ドラマなどでは脇役もこなしているので、まだまだオファーがありそう。スキャンダル連発の何は男子は、ノースキャンダルの道枝俊介21、 がグループ内でぶっちぎるだろう。グループに所属していない風間俊介、40、は仕事では引っ張りだこだが、果たして残留するのかが気になるところだ。どう前、性加害問題の余波で来年の4月期以降、旧ジャニーズの所属タレントたちがソロで出演する映像やバラエティは一気に減るだろう。果たしてそこから誰が巻き返すのか、注目だ。 どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。